はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキブラーです。今日はですね、タワーバトルですね、空城城太郎編極上の3フロア目ですね、フロア3を攻略していきたいと思います。こちらですね、チーム編成がこのようになってます。ステータスとパーティーはね、ご覧の通りです。ではですね、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダーかキラヨシカゲ、3000年と体力 ATK ブースト、馴染む肉体に焼けっぱちのどうもさを入れています。そしてですね、 D パスですね、描かれる未来とスキルゲージ回復と見つけ画像をつけています。ではですね、進んでいきましょう。で、味方がですね、カーズですね。カーズがいるおかげで何かと役に立つ場面も出ていくはずです。では入ります。本当はね、キラー短期でも大丈夫なんですけど、一応ということでリーパスを連れてきています。さあ行っちゃいましょう。もうね、サクッと倒れちゃうんでね、キラーの強さすごいなっていう感じです。はい、どうしようかなとか思ってたところ、これいいですね。ボインゴボインゴ。さあ弱点を狙えるようにして、うん、あとは普通に倒していけるので、うん、倒しましたね。さあ続いて2ラウンド目ですね。2ラウンド目は、まあ、エリアスキルもありますが、何も考えずに突っ込んでいきましょう。はい、倒しました。なんかキラのぶっ壊れっぷりを見るだけの感じになってきましたけども、はい、倒しましたね。はい、2ラウンド無事クリア。そして3ラウンドですね、クラフォードもいますが、ここも一番倒しておきたいのはね、船長ですね。船長を倒しておきたいです。船長さえ倒せればあとはどうにでもなった。はい、そして最終ラウンドですね。最終ラウンドじゃないですね、増援ですね。3ラウンドの増援です。ここでね、いるんで、マニシュ防衛のおかげでゲージがたまらないので、一応ね、効果無効にして進んでいきたいと思います。思った以上に稼げなかった。そしてここはエリアスキルが2つ目登場していきます。ちょっときついですね。きついですが、まあいいでしょうという感じで、そして倒せるか。音石倒せましたね。いや強い、キラが強すぎた。あとね、チャカがいるんで少し気をつけたいところではあるのですが、なかなかチャカにね当たらないようにして動いていきましょう。うん、チャカ倒せましたね。はい、倒せました。そして最終増援がギオブランド。こいつのおかげにね、ちょっと使いづらい面がね
あるので CS でねサクッと倒しちゃいましょう。もう連打です、連打連打連打、画面連打、はい勝ちで終了です。いやーキラが強い、キラが強すぎました。はい、ではですね、無事倒すことができました。最後まで動画ご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、極上の4フロア最終フロアですねを攻略していきたいと思います。ではラストバタイ。